こんにちは。株式会社ロブテックス営業の和田と申します。よろしくお願いいたします。えー、今回の動画では、弊社のリベット、リベッターのご紹介をさせていただきます。ブラインドリベットとは、マンドレルシャフトとボディフランジから構成され、専用ツールのリベッターでシャフトを引っ張ることにより、ボディを変形させ、母材を締結するという商品です。 ブラインドリベットのメリットとしまして、ボルトナットと違い、後ろに手が回らない箇所や、手の入らない角パイプのような箇所への締結が可能です。また、熟練技術を要する溶接と比べ、誰もがきれいに締結できます。リベットには強度や雨風の環境に応じて素材やタイプを選ぶことができ、下の表の通り、他の接合方法と比較しても、 メリットの多い接合方法です。身近な暮らしの中で多くの製品に使用されているほか製造業などのプロの現場でもさまざまな業種場所でリベットが使われております表からは見えない場所が多いですが自動車や鉄道航空機にも数多く使用されておりますまた 住宅関連でも多く使用されております。フェンスや内装、皆様のお宅でも目にされることが多いかと思います。そのほか、あらゆる産業において使用されており、コストダウン、品質安定化に一役買っております。ここからはリベッターについてです。リベッターには動力源別に大きく3種類あります。まず 人の力を利用したハンドリベッターこちらはホームセンターの工具コーナーなどでも目にされることが多いかと思います。えー、続いて、エアーコンプレッサーの圧縮エアーを利用したエアーリベッター。こちらは生産現場で非常に多く利用されております。えー、最後に電気を利用し、モーター駆動で作動する電動リベッター。えー、こちらはパワーアゲンとしてバッテリーを利用するタイプ。 そしてインパクトドライバーに取り付けるタイプがあります現在工場で利用されているリベッターのおよそ85%はエアリベッターとなっておりますエアリベッターをお客様が選ぶ主な理由としてまずリベッティング速度のスピードの速さそして一日何百本何千本とリベッティングするためエアーリベッター自体の工具の軽さこの辺りが理由となっているかと思います ですがエアーリベッターには必ずエアーホースが必要となります。このホースが取り回し性を悪化させ、またワークへの傷つけの原因となることがあるため、リベッター以外の組み立て工具ではコードレス化が進んでおります。このお客様のコードレス化のニーズに応えるため、新商品を開発しました。そちらが R2B1 です。R2B1 はコードレスなので どこでも自由に作業が可能。わざわしいホースの取り回しがなく、コンプレッサーも必要ありません。リベッティングスピードは、従来モデルの半分以下、エアーリベッター並みの超高速リベッティングを実現しました。軽量ボディで取り回しも楽々、1充電あたりのリベッティング本数が大幅に向上しました。その他、さまざまな機能で作業効率がアップします。 R2B1 は社外品の無線送信機に簡単に接続できます。外部コネクタを標準装備していることも特徴の一つです。リベッティング本数管理が可能なカウンターやポカウケシステムの組み込みが可能となります。また、弊社のリベッターには環境に応じた特殊なアングル、ヘッドと油圧タンクがセパレートしたものなどがございます。お客様のご相談に応じ、 お客様専用の生産ラインに適ししたた商品システムをご提案いたしますこういった製造現場の課題解決をファスナー・ファスニングツールの製造・販売50年以上の弊社にご相談ください。なお、自動でリベッティングを行うオートリベッティングユニットについては別の動画で説明しておりますので、そちらもご参照ください。ありがとうございました。